私、絵が上手くなりたいんです。よし、やったるで。やめた、やっぱ明日から。絵の才能がないでしょ。才能って何？デッサン甲子園で入賞すればママもきっと認めてくれるはず。デッサン甲子園で入賞？あんたが？才能のない人間がどれだけ努力しても無駄。私は将来立派な絵師になりたいです。どうかこの夢を叶えてください。あんたの夢を叶えに来たで。才能のない人間でも絵師になる方法ってあるんですか？才能イコール練習量。正しい練習法を学べ。君には才能がある。なんかいいわ、もっと大事なわけ。好きなものを掛け合わせろ。内なる美を見出せ。何もできひん時こそ書くんどす。自分が好きなことを貫け。目指せ。